遅刻してるやついるぞ。遅刻わっしゃい。遅刻あれ、今日はペロアイ男爵じゃない。あれ、まあ、あいつ人間じゃないの。まあ前回ね、東京に行く撮影で、ペロアイ男爵が遅刻しちゃってね、それは動画にしたんですけど、まあ大反響、だいぶ大反響や、好評やってコメント欄の方がえぐいし、好評やったな、あの一番覚えてんのが、部数は遅刻すんな。一番意味わからん。それはええやろ。それでまあ俺らもちょっと心を痛めたわけよ。ペロ以外のメンバーはね、まあ、プラスペロもまあ遅刻せんとこうっていうマインドになったから、まあまあまあ良かったんじゃないかなと思った矢先、早いね。今日ね、あの雨村に11時集合だったんですよ。もう40分とかさ、もう結構経ってる。40分でまだ来てないからね。はあ、これひどい。しかもあれでしょ、なんか昨日飲んでたんじゃない。昨日ね、イダチャンネルのコバと学歴に話してたで、終電で帰ったんよ。そっから俺と師匠とスタッフの子でスパワールド行ったんよ。で、うわ明日11時がいつもより早いなって話してたら、俺家から10分で着くねんなって言ってて、うわもう、まあ雨村ブラブラしていこうって話なんですけど、ずっと無視しようかな。しっぽやな、これはきついぞ。いや、しっぽで俺らもきついことしとかんと、あいつも聞かへんから、改心させな。そうそう、どう、改心しましたか。改心しましたよ。まあじゃあ来るまで待っていきますか。そうやね、今日はおもろいさ、最後最後。さあ今日はあいつの土下座何回見れるかな。師匠が着いたらしいです。もう師匠はあんま今日フルムシドネ。オッケーオッケー。あと20分散ってからあと40分経ってるから、それはひどい。うん、そんなにペロが一番怒ってるから。あんだけ言われてますよ。だったらペロより近くしてますね、時間で言うんだ。確かに手出したいもんな。あんまいるんな、まだ早いぞ。あ、おっと、はい、めっちゃ走ってます。はい、マネーで行くわ。すいませんでした、すいませんでした、ほんませんでした、すいませんでした。やってまいりました。ここ行きます。なんかそんなにブラブラする。買い物したいな。あり。あり。久々に。あり。撮影ばっかで。買い物全然。確かに。お疲れ様でした。あおる。まあ。なんでも欲しい。秋服とか欲しいな。あり。あ、秋服さ。秋服ね。そろそろ。確かにちょっとすいませんでした。確かに。ありありあり。行きましょう。すいませんでした、ほんまに。ほんまにすいませんでした。てっちゃん髪染めてる。もうほんまにすいませんでした。カメラいけてる。そう、むずいな。カメラいけてます。カメラむずい。もうええわ、もうやってたら。やりますよ。おい。僕やります。お前責任感ないな。遅刻するってのは責任感なさすぎる。ああ、俺が言ったやつや。遅刻したやつに俺が言ったやつや。すみませんでした。あ、もうやれ、もうどうでもいいよ。責任感ないな。あ、俺が言ったやつや、人が遅刻した時に。遅刻するってのは責任感なさすぎる。あ、お前やった、そういや。すみませんでした、ほんまに。お前人間ちゃうやろ。お前人間ちゃうわ。よし、じゃあちょっと行こうか。すみませんでした。今日はどういった企画ですか。皆さん、あ、車来た。危ないで。車危ないっすよ。もう大丈夫っす、すみません。もうほんま、僕を引いてください、車の人は。で、皆さん助かってください。いアグリブの美尻。お前何してんねん。お前ヒッチハイクで大阪から東京まで行くか。それ俺が言ったやつですよ。勘弁してくれ。あ、すいません。ありがとうございます。いやあの、僕今日遅刻したんですよ。何してんねん、1時間。Quand t'es venu dans la rue un coup。 え、なんでクラブ行くのや、お前。あ、でも行ってもええからな。確かに、だってまあクラブ行っても、前やってもな。テロ、偉いな。偉いな、お前。
めっちゃ責任感あるやん。うん、更生したい。やば。昨日テキーラ10飲んだった。え、それで間に合ってんねや。まあ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 。すごいな。なんやねん、こいつら全員アボリジニア。ブーメランえぐい。俺さ、うん、お前とずっと生活したいから、もうこっからもう給料も俺だけなくていいわ。お前の全財産全部稼ぐわ。お前責任感すごいな。全部稼ぐ。オレンジか。オレンジか。あ、もう撮影だれ。暑すぎる。どうしたもん。撮影だれ。撮影だれ。もうやめ。ちょ待って。その態度やめろよ。もう撮影だるいって。え、その態度。確かに。確かに。いや、全然反省してねえ。ごめん、改めるわ。ごめん、悪い悪い。この撮影な、誰かが決めてくれて、それでしっかりやってんねん。お前それ考えたことある？確かに。そこの考えがあったら絶対そんな発言ないと思う。いや確かに。ありえへんから。確かに。頑張っていこうぜ。確かに。頑張ってない間にもいろいろなんかやったあかんこととかしてるかもしれんね。まあ確かに覚えてへんってことはな。確かに。誰が見てるかわからんし、しかもそのナンバとかやろ。そうやね。うん、一人やん。確かに。荷物とか持ちましょうか。荷物とか全然持ちますよ。なんか道端放り投げてくれたら。多分僕の荷物重いからちょっとこの辺置いとくわ。あ、重いんじゃん。重い重い。あ、俺もなんか邪魔やな。ちょっとこのスタッフもこれカバン重いんやろ。これちょっと置いとこう。あ、もう置いといてください。もう全然いいんだよ。僕持っとくんで。取られへん。心配やけど。取られたどうしよう。え、なんか浮いてる。え、浮いてる。え、浮いてる。え、すげえ。すいません。あっち。どうしたペル。あれ、通れ。そう。そんなわけない。なんでだ。あれ。なんでやろ。まあまあまあ。やばい。やばいやばいやばい。ちょっと単語。脇汗すごい。どうしよう。まず匂ってみよう。脇が臭っ。うわ、俺や。えぐっ。なんか俺のこと言ってる。なんか脇が臭い。その光景懐かしい。なんか懐かしい。なんかどっかの記憶にあんねんけど。忘れた。忘れた。あんな本人の前で詰め合わせすなよ。あ、もう腹立つ。もういや、もうてっちゃんも置いとこう。てかお前さ、うん、その前足でよそんなモテんな。いや俺豚の可能性出てきたな。それ俺や。俺が高いねん豚の可能性。友達のアグーとは喋った際に沖縄の豚の可能性出てきましたよ。いや言ってる時気持ちやろそれ。俺や。俺の立場が全部奪われてる。俺もしかしてもうこの世におらんのか。ちょっと謝らせてください。皆さん、いやだ、ちょっと。あ、でも、うん、暑いね、今日。ああ、暑い。俺今日無理かもしらん。うん、うん。でもあれや、はい、神様は乗り越えられる壁しか与えへんの。神様は縮めろや。そうか。で、めっちゃ今こう、みんなの周りでさ、撮影してるからさ、恥ずかしいんやけど、恥ずかしさは後からの楽しみやな。ちょっと真っ赤な太陽を見てみんなで楽しまへん。ちょっと腹減ったな。腹減った。あ、なんか買いましょうか。もう何でも奢れますよ。なんやねん。買いに行こい。もうやめて。もうやめて。それ取られんのよ。やめて。俺という存在を4等分されんのか今日。タカちゃん今日もエンジン全開。ちょっとまだファラー。それは全員でやってええやろ。うん、マウスピースチェーン。これスカイピースさんのコラボで人生一滑った日のやつすなお前。バロワッツアップ何事。おい、作り話いじんな。恥ずかしさ楽しみちゃう苦痛や。ちょっとすいません。今目合ってますよね。改めて遅刻してすいませんでした。すいませんでした。お前朝目覚めたらどうやってまた何事だ。すいませんでした。
どういうことこれ、うん、どうテロに今テロの目見れんの今。いやもう見れないっすあんだけペロちゃん叩かれて、はい、2000件ぐらいのペロ、お前ペロなんかお前遅刻しただけで人殺したんだとか言われてもでも人間性まで否定されてお前俺らも心痛かったよ。そうやろ、俺らも心痛かった。正直言ってもうその覚悟を取らざるを得ないと思いますで、アンチコメントとかもしゃあないっす。だって僕遅刻したんすもん1時間遅刻したんすもん。レイクレンダーの一番の滞在は遅刻だってすいません、もうペロアイがいる動画は見ないっていうこと遅刻しただけで遅刻しただけでいやでも僕遅刻したんでそうなる覚悟はもうしときます。あー、すごいです本当に。そうか、いい経験になると思います。じゃあヒッチハイクで東京まで行こうかなんで食われへんやつ。頼むよ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 。じゃ、いいよほんまに頼む頼む、マジ頼む。あ、じゃあコーラで、はい、え、いいの俺だって関われへん。全然いいよ、その俺らがどうしてもいいやろ。だってじゃあ、とりあえず以上でありがとうございます。ちょっと待って、まだ待って。いただきましょうか。いただきましょうか。はい、せーの、いただきます。乾杯しよう。マジ乾杯しよう。マジせーの、乾杯。え、おお、ちょっと串カツ食べない。串カツ食べない。乾杯。あ、おお、うんうん、乾杯する。お前は食えない。え、それそんな言ってました。僕そんな言ってました。すごいですね、妹友達やってくれてるんですか。ありがとうございます。